チームメンバーが、急に黄色、黄色、黄色になれ。あ、なんで皆さん、マジかよ。皆さん、出てっちゃいましたね。さすがにもう、マジかあれですね。本当に面白いですね。はい、KOZ こと、コズです。今回はね、ちょっとおまけみたいな感じの動画ですけれども、海外フィギュア、こちらの紹介をしたいと思います。はい。見てわかる方はわかると思いますけども、結構ね、珍しいフィギュアだと思いますね。はい。タイトルはね、忘れたんで多分で今テロップが出てると思いますけど、はい、こういう感じでね、ドクロフェイスなんですよ、みんな。ドクロのなんか仮面をかぶってるのかな。で、武器はね、なんか普通にこう、太刀とかね、あと、まあ主力はバットみたいですけどね。で、普通にファッショナブルな格好してます、皆さん。はい。で、多分ね、この前のやつがリーダーなのかな。このシリーズで一番最初に出たんじゃないかな、ボーンなんとかっていうのね。で、一応ポーズもね、つけれるんで、こういう感じで、ね、歩きながらのポーズね。パーカーとかあれ、ボタンとかね、全部かけれますね。はい。こっちのやつのパーカーはジッパーなんですけど、ジッパーもついてて、普通にこう、閉めたり開けたりできます。はい。まあ、もちろんフードもかぶったりね、脱がしたりできます。で、こっちのスーツのやつはね、銀一色っていうね。で、黄金パッド。すごいね、みんなそれぞれのファッションがあるんだよね。このシリーズ結構かっこよくておしゃれで何気に気に入ってるんですよね。今んとこ、まあ、この3体だけかな、ボーンなんとかっていうのはね。いやー、これ結構かなりできんだよね。前回お伝えしたね、フィギュア2みたいな感じでね、ほんと手パーツとかあったりね、いろいろ細かいところまであるんで、まあ、1体がだいたい2万ぐらいですね、定価はね。うん、まあ、中古だったら、まあ、ヤフオク見てるけど、あんまり出品とかしないんですけどね。まあでもほとんど定価割りしてます。はい。まあ、そこまで需要がないんだろうな。うん、なんだけどな、このシリーズ。まあ、それぞれがそれぞれを自分でポーズつけてますけどね、自分なりに気に入ってますけど、皆さんどうですかね。はい。まあ、こんな感じで飾ってますね。はい。本当はね、この前に、フィギュアーズ飾ってたんですけど、今お引っ越しして今この3人の独壇場になってますけどね。はい。まあ、ちょっと引くとね、あ、こっちにあら悟空がっていう感じのね、配置になってますけどね。はい。うん、こんな感じですね。はい。いや、結構こうね、3体並べるとすごいかっこいいなと思うんですけどね。うん、まあ、大きさ的にもね、フィギュアーズじゃねえ、プレイヤーズか、プレイヤーズと同じぐらいです。はい。ということでね、今回は、ちょっと変わったね、海外のフィギュアの紹介ということでね、撮らせていただきました。ではね、また次の動画でお会いしましょう。はい。どうも、ご視聴どうもありがとうございました。